あ、YouTube 載ってた。僕の鼻歌が YouTube に載ってしまいました。まあね、始めていきましょうか。とりあえず師匠さんの家に行って釣り竿を修復、道具を修復するためには修繕の本。師匠さん、師匠さん、すごく微妙。この村では何も叶えられない。釣りしてたら修繕釣れるかも。まずその釣り竿を直したいんです。釣り竿耐久値上げてくれないかな。もともとのね、耐久値が上がればいいんじゃないかなっていう感じですけどね。金のつるはしの修繕を釣り竿に移すことってできないんですかね。そんな都合のいいことできない、もしかして。でも何にせよ、僕の近くにあった近所の村、金床がなかったからどうしようかなというところなんですよね。あ、海にやってまいりましたが、何でしたっけ、海底神殿、海底遺跡というものもあるらしくて、でも息続くんですかね。はい、行ってみましょうか。あ、チェストだ。いた。あ、いた。宝の地図。いた。閉じるを押して。よいしょ、よいしょ。あ、いた。死にました。のんきにチェストを取ってたら死にました、普通に。宝の地図って何ですか、これ。よく存じ上げないんですが、バツ印のところにお宝がある。お宝ってどんなものですか。例えば海の心だけ中心だけっていう出会いテムがある。お、チェストの中身奪うのに集中してたら海に自分の魂奪われちゃう。うまいこと言ってるな、うまいこと言ってるな、すごいうまいことを言ってるな。